平野紫仕様、ジャニーズ問題から距離を置き、韓国で音楽活動再開か、未来への期待高まる動向と可能性、日本の音楽シーンにおける注目すべき出来事が起こっています。元キング・アンドスのメンバーである平野仕様が、日本国内の音楽活動に見切りをつけ、韓国での活動に舵を切るのではないかという噂が広がっています。 彼の新たな動向について、その背後にある理由と可能性について詳しく探ります。平野仕様の最新動向。平野仕様は自身のインスタグラムで注目を浴びています。 彼は、キンプリのヒット曲、一番の振り付けを手掛けたダンスクリエイター、リーハタとのダンス動画を公開し、ショーン・コムズの楽曲、プロウェイ・チエックを使って魅力的なダンスパフォーマンスを披露しました。さらに、彼とリーハタを共に、just wait for it. 待っててね。everyweight, has a w o r どんな待ち時間にも価値がある、という意味深なコメントを投稿しました。 この投稿により、ファンたちは興奮し、議論が沸き起こりました。戸部所属と注目度の高まり。平野紫要は、7月に元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた戸部に所属しました。しかし、所属のしばらくの間、彼の活動は目立たず、ファンたちは不安を感じていました。それにもかかわらず、9月28日に発売されたファッション誌、エルジャパン。 ハースト夫人が放射、特別版の表紙を飾ることが発表され、ようやくが殺到しました。彼のインスタグラムのフォロワー数も406番人超えと、彼の注目度は以前の金プリ時代を上回っていると言えるでしょう。元金プリでは平野と神宮寺勇太が飛べ入り、 9月30日にジャニーズを退場したキシ太タが合流すると見られていることから、3人での音楽活動を本格化させる匂わせだと受け止めたファンも、トべでは一足先に、イムップがデビューしましたが平野らもイムップ。同様に配信からのスタートが予想されます音楽関係者。韓国での音楽活動への噂。 一方で、業界内では平野市耀、神宮寺勇太、た、岸ゆ太の3人が韓国で音楽活動を展開するという噂が広まっています。平野はジャニーズ事務所を退所した際、韓国の大手芸能プロダクションであるハイブに加入する可能性も噂されましたが、最終的に戸辺を選びました。 ところが、日本国内では、ジャニーズ事務所創業者であるジャニー北川氏の性加害問題が大きな話題となり、ジャニーズ関連のスポンサー企業が離れ、テレビ局も新規契約をしない方針を表明し始めています。この流れの中で、元ジャニーズメンバーに対する視線も厳しくなる可能性があるため、平野市耀がグローバルな活動を目指して、日本国内での活動が難しい場合、 海外を拠点にする選択肢が自然と溜び上がってきます。その際、ハイブや JY、パークが創設したジップエンターテインメントなど、提携先として韓国が選ばれる可能性が高いとされています。リーハタトップのダンス動画が示すもの。平野紫耀がリーハタトップのダンス動画を公開したことは、彼の将来について多くの予想を呼び起こしました。 リーハタは BTS をはじめ、K-POP 界から多くのアーティストにダンスや振り付けを提供しており、その実力は高く評価されています。このダンス動画が示すものは、平野紫耀が国際的な音楽シーンで新たなキャリアを築く可能性があることを示唆しています。 元キング・アンドプスの平野紫耀が日本国内の音楽活動に代わって韓国での音楽活動を検討しているという噂が広まっています。彼の今後の動向が注目される中、韓国での音楽活動に転身する可能性について多くの期待が寄せられています。 ジャニーズ事務所の現状や日本の音楽業界の状況を考慮すると、平野紫洋が国際的な舞台で活躍するチャンスを追求することは理解できる決断かもしれません。ファンたちは彼の未来に期待し、その活動を支持し続けるでしょう。まもなく平野紫洋が新たな舞台で輝く姿を見ることができるか、楽しみに待ちたいと思います。